おはようございます。おはようございます。サクチャンネルです。はい。花ナムとガーデンチャンネルです。今日はね、はい、お礼ですね。そうですね。前回とか去年、去年じゃない。先週、5月12、13と、金土ですね、はい。名古屋のポートメッセ名古屋。はい。で、カーメン君がアンバサダー、前の動画でね、ちょっと主催って言ったんですいません。コメントいただいたんですけども、主催じゃなくても、アンバサダーっていう形で、まあ、バッグについてもらって、やってるイベント、大きなイベントがあって、はい。まあ、そこで、もう、花ナムと出店してましたと。で、そこに、宿根草、150品種以上、持って行ってて、まあ、事前に動画でも案内したんですけども、めちゃくちゃ人来てもらいまして。私がちょっと行けなかったもので、行ってる途中のその、上店長に電話してもなかなか出てくれなかったんで、相当忙しかったんかなって。いや、もう本当に面白い話が、もう上店長が、はい、まあ、接待とか、もう会計を、ね、お金払ってずっとして、パッと顔上げたら、はい、もう、前回はね、前回も忙しかったんで、一日やったんで、はい、前回は本当に上店長かわいそうにね、一日会計、会計やったんですよ。前回はもうパッと上げて3時やったらしいんですよ。マジですか？朝9時に始まって会計ぐわーっとして会計終わって落ち着いたパッと時間見たら3時やったらしいんですけど、今回はもう5時やったらしいですわ。そんなですか。いやでも、行かれたスタッフは4人ぐらいだったんですよね。今回全員5人で対応しましたね。5人で対応したんですけど、恐ろしいですね、忙しかった。いや、すごいです、ね。でも本当にいろんな方に声かけていただいて、いろんな方に来ていただいて、はい、いろんな方にたくさん宿根草買っていただいて、本当にまずはこの場を借りてお礼ですね。ありがとうございました。私、その時、九州で、はい、はい、走ってまして、なかなか、はい、非常に気になって電話したんですけど、誰も出てくれませんでした。でも本当にもう良かった。ありがとうございます。今回良かった点が、会場が何より2倍になったんですよ、広さが。ああ。そう。なるほど。で もちろん出店企業さんとかも、その農家さんとか、生産者さんとか、いろんなところを含めて、多分 1.5 倍ぐらいかな、感覚で。ああ、すごい広そうですね。1.5 倍ぐらいの出店企業さんに対して、やっぱ2倍ぐらいの多分規模もね。規模に広げてたんで、はい、結構広かった、今回は。ああ、なるほど。前回はまあ、前の動画でも言ったんですけど、本当、なんか、おしくらまんじゅうをずっとしてる状態の感じで、会場でも話聞いたら、全然ゆっくり見れなかったんですよって、花生さんの出根草。なるほど。もう買えなかったんですよっていう方も結構言っていただいて、でも今回はやっぱ広かったんで、はい、ブースも結構取ったんですよ。ああ。なんで、ゆっくり買い物してもらって。結構コミュニケーションも、あられたと聞いて。そう、めちゃくちゃ、なんか、まあもちろん、サクちゃん、見てますよとか、アジアのとかって話もあったし。びっくりです。写真撮ってくださいって話も、一般人なんですけど、撮ってもしょうがないんですけど、もうでも撮ってくださいとかって、ね、そう嬉しかったし、はい、もう本当に、育て方とか、はい、こんな場所で、だった去年にね、第1回目が花友フェスタあったんですけど、そこで勝って、はい、うまいこと言ってますとか、まあ、いろんなお声かけいただいて、本当に良かったし、楽しかった。あ、なるほど。次回が、花友フェスタはまだ場所が決まってない未定みたいなんですけど、ちょっと名古屋から場所が移動するみたいで、ちょっとね、名古屋在住の方が結構多かったんですけど、愛知県の方が、はい。次回お会いできるかわからないんですけど、まあ次回も、よっぽどなことがない限りは出店しますし、サクちゃんもちょっと連れて行きたいなと。そうですね、出張が、まあ、なるべく、はい、優先的な形で行きたいと考えてます。したいなと思ってるんで、はい、ぜひそこでお会いできたら。いや、でも本当に今回いろんな方にお会いできてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。今回はこれのお礼の動画やったんで、以上ですね。はい、以上ですか。はい、じゃあまたよろしくお願いします。またよろしくお願いします。